日本のエネルギー資源では、日本におけるエネルギー資源の算出と利用、関係する諸問題について述べる。2015年の日本の一時エネルギー消費量は429.79、マトで前年比9%減であった。また世界合計に占める割合は3.9%で、アメリカ、中国、ロシア、インドに次いで5番目に多く、日本に次いで多いのはカナダである。 化石燃料の埋蔵量は石炭を除いて非常に乏しく原油、天然ガス、ウランをはじめとしたエネルギー資源を大量に輸入することで需要を満たしている状況にある。2010年の統計では国内エネルギー需要の42%は輸入原油に依存しており世界輸出入総量の14.2%に当たる189マウントの石炭を輸入。 また世界輸出入送量の31.3%に当たる1084億立方メートルの天然ガスを輸入している。なお、2010年頃は国内電力需要の4分の1を原子力発電としていたが、2011年の福島第一原子力発電所事故に伴う安全性危機によって原子力発電所稼働率が低下。 2012年5月5日までに全て停止した。2015年8月11日、川内原子力発電所1号機が福島第一原子力発電所事故後に制定された新規制基準での稼働を全国で初めて再開した。原発の再稼働の是非や再生可能エネルギーの普及促進とともに将来のエネルギー源構成が議論喚起されている。 国内総生産とエネルギー消費量の推移、1968年から2012年統計の、ある20世紀半ば以降の日本のエネルギー消費量の推移を見ると、第二次世界大戦後の高度経済成長期に、産業の成長に伴って急増し、1953年からの1963年までの10年間で2倍。 1963年から1973年までの10年間で、さらに3倍に増加している。その後1970年代の2度のオイルショックにより、横ばい、微増となるが、1980年代にバブル景気期に入ると、再び増加に転じた。バブル崩壊後失われた10年に入ってからも、やや増加傾向にあるが、増加率は低い。 オイルショック前の1973年を基準と、すると、1990年代後半から2000年代前半にかけて1973年比1.5倍に達した後、あと2000年代後半に減少し、2017年時点では1973年比1.2倍の水準にある。この約40年間の動向を部門別に見ると、産業部門では、 小エネルギー化の進展により1973年比で2割の削減を達成した。一方、運輸部門ではトラック輸送の拡大などにより1970年代から1.7倍に増加した。また、家庭部門では加減製品の普及と多様化、業務部門では応援機器の普及などによりそれぞれ現在まで増加傾向が続いており、 2015年時点では1973年比で家庭部門が2.0倍、業務部門が2.1倍に達している。GDP あたりのエネルギー消費量を国際比較すると日本は1990年代から欧州先進国を上回る高効率の水準に達しており、2014年の時点でもイギリス、フランス、ドイツなどと同水準にある。 中電力会社の管轄と主要送電網。日本の電力使用量は年間約 1030TWh 程度で中国、アメリカ、インド、ロシアに次いで世界で5番目に多く、日本の次に多いのがカナダ、ドイツ、ブラジルなどとなっている。一人あたりでは年間 7865kWh で1990年に 比べて21.8%増加している。また他国と比較すれば、1 4 2 4 0アワーのアメリカなどを下回っていて、世界では18番目の多さである。発電設備後、計容量においてもアメリカ、中国に次いで3番目に多い 282GW を有していたが、 震災等の影響で2011年半ばには 243GW に減少したと推定されている。年間発電総量に占める核発電方式の割合は2010年度において火力59.3%、原子力30.8%、水力8.7%、新エネルギー等1.2%である。原発事故後の2016年度では 火力81.5%、原子力1.7%、水力9.1%、新エネルギー等7.6%となり、火力発電が大幅に割合を増やしている。原子力発電所の合計発電容量はアメリカ、フランスに次いで世界で3番目に多い。2011年2月時点で54基の原子炉があったが、なお2012年4月に、 福島第一1から四号機が2014年1月に、道後から六号機が2015年4月に、三浜一の二号機、玄海一号機、鶴ヶ一号機がそれぞれ電気事業法上、廃炉となり、2018年6月時点では39機である。また、設備利用率は2000年代に60%台前後だったが、2017年度は1.2%まで低下した。 なお、日本の電気料金は、家庭用、産業用ともに、世界でも高い水準にある。2010年の IEA の統計では、家庭用は 1kWh あたり0.2276ドルで、世界で8番目に高く、産業用は、同0.1578ドルで5番目に高い。他のほとんどの先進工業国が国内で、同規格の送電網を持つが、 日本は周波数が違うことにより二つの送電網に分断されているという特徴がある。東日本は 50Hz、西日本は 60Hz であり、両者をつなぐのは静岡県浜松市の佐久間周波数変換所、長野県朝日村の新品の変電所、静岡県静岡市の東清水変電所の計算箇所、合計容量100万キロワットの周波数変換所のみである。 周波数が異なる理由は、電力事業初期の発電機の仕様が異なったことに由来してこれが現在まで続いており、変換所増強の必要性とコストの議論などもあったが、東日本大震災による電力危機でその欠点がにわかに浮上した。震災で改滅した発電設備容量は 9.7GW であり、周波数変換所の能力をはるかに上回っていた。 日本では主要10電力会社が地域別に担当を分け、各社は発電、送電にわたる電力流通を一元的に管理している。1990年代より電力自由化が行われたが、発送電分離を行わない部分的なものとなっている。2015年の日本のエネルギー源、構成450マと自給率7.0%、 石油石炭天然ガス原子力水力地熱、風力、太陽光、バイオマス等1 9五十年には国産が多くの割合を占めた石炭が五割、水力が三割、石油が二割弱であった。その後エネルギーの使用総量が急増したことにより二千一年には絶対量がわずかに増加しただけの水力は三パーセント台まで低下した一方、石油は5割まで上昇し、 天然ガスや原子力も割合を高めてきた。こうした経緯により輸入化石燃料への依存度は高まってきている。1973年と1979年の2度のオイルショックを契機にエネルギー安全保障を強化し、エネルギー資源の多様化を進めてきた。 これにより1日あたり石油消費量を1970年代の5.100万バレルから1990年の4900万バレルへと抑えた一方、原子力や天然ガスの消費量は増加した。また、電力会社やエネルギー仕様の多い鉄鋼メーカーなどは石油から石炭への転換を進めた。日本の原油の国内生産はわずかにあるものの、 国内消費に比べるとビビたるものでほとんどが輸入に依存している。主な輸入元は、サウジアラビア27.8%、アラブ首長国連邦23.8%、イラン11.8%、カタール10.8%、クウェート7.6%、ロシア3.4%、インドネシア3.2%などとなっている。 もともと中東依存度が高いという問題を抱えており、1970年代の石油ショック期に中国やインドネシアなどの輸入先を開拓して、中東依存度は7割まで低下していたが、アジア諸国の経済成長による自国消費量増加の煽りを受けて、再び低下し、2000年代には9割近くに達している。官民の協力で開発協力や技術供与。 その他の交流等を行い産油国とのつながりを深める取り組みを行っており、今後も推進していく方針を政府が打ち出している。また、自主開発原油の比率を高めるという方針も過去推進されていた。1967年には日本企業が創業する日本に輸入される自主開発原油の比率を1985年までに30%に上げる目標が設定されたが、 その比率はほとんど高まらなかった。一時的に1990年代後半に15%に達したが、権益の喪失が相次いで急速に低下し、2000年代後半には10%程度で推移している。1990年代後半から長い不況の影響を受けて、開発コストの高い自主開発原油よりも低価格期に安い原油を多く買い備蓄しておく。 市場重視型の方針に舵が切られた。しかし2006年には日本企業が権益を持つ自主開発原油の比率を2030年までに40%に引き上げるという目標が再び提示された。国内需要急増により権益獲得の動きを強めている新興国との接触、複数国企業のコンソーシアムによる開発の増加など、 近年の事情に合わせた原油輸入にまつわるリスク低減施策が求められている。現在自主開発原油は天然ガス及び国産も含めて公開されるようになっており2016年度は27.4%となっている。現在国内の石油の備蓄は政府が116日分、民間が89日分の計205日分で530百万バレルある。なお、 国内生産は北海道や新潟県などの油田から産出されており、年間産出量は2000年代後半で90万立方メートル前後を推移していて、国内消費量の0.4%程度を賄っている。日本の天然ガスの国内生産はほとんどなくほぼ全量が輸入で、前述の通り世界有数の天然ガス輸入国となっている。主な輸入元は、 オーストラリア26.9%、マレーシア18.6%、カタール14.5%、ロシアパッテン8%、インドネシアパッテン0%などとなっている。日本の原子力発電開発は当時の西側諸国の中では後発であり、1966年7月に東海発電所1号機、1970年3月に つるが発電所一号機の商用運転が開始している。燃料は、ウラン原産国と濃縮ウラン生成国が異なるため、注意が必要であるが、原産国は2004年時点で、オーストラリア33%、カナダ27%、ナミビア16%、ニジェール13%、アメリカ7%、2010年にはカナダ、オーストラリア、カザフスタン、ニジェール、ナミビア、 ウズベキスタンの順であり、生成国は2010年時点でアメリカが7割以上を占め、ついでフランス、イギリス等となっている。年間発電総量に占める原子力の割合は2016年度の時点で1.1%に上っている。技術は主にアメリカから導入されてきた経緯がある。1950年代後半から本格的な開発が始まる際にも、 アメリカの影響力が働いていたとの考察があり、初期の原子炉はすべてアメリカメーカーによる受注、設計であったが、国産開発を求める声の高まりにより、国産化が進められた。1972年の5期182万キロワットから3年後の1975年には10機530万キロワットに拡大し、アメリカソ連イギリスに次ぐ4番目の設備容量を有する。 原発国となった。1979年3月のスリーマイル島原子力発電所事故の発生時には大きな半原発運動が起こったが、アメリカのように新規建設中止までには至らず、建設は継続された。しかし、2011年3月の東北地方、太平洋沖地震による津波で、福島第一原子力発電所の全電源が喪失、露心要遊、 縦や爆発等により大量の放射性物質、放出を伴うレベル7の原子力事故が発生した。当時の前に商用路が停止した1970年4月30日から5月4日以来、国内では少なくとも1機以上の原子炉が継続して運転を続けてきたが、同原発事故及び安全性不安の高まりによって定期点検後の再開が休止されたことにより、 2012年5月5日に白発電所3号機の停止によりすべて停止した。2012年7月から2013年9月の間多い発電所3号機が一時運転したのを皮切りに2018年11月7日には9機が再稼働を果たした。日本の再生可能エネルギーの大部分は水力発電によるものが占めており、設備容量 50.03GW。 年間発電量 91.4TWh である。そのうち10メガワット以下の小規模水力は全容量の6%程度を占めていて、コストは1キロワットアワーあたり15から100円程度と全体のコストを押し上げているとされる。地熱発電では世界有数の資源量を持つとされているが、期間やコストがかかるといった問題から、 太陽光発電では2016年度末の累積導入量は累計 42.8GW で中国に次いで世界で2番目に多くなっている。2004年まで世界最大の設備容量を有していた。2012年7月からは固定価格買取制度を開始しており、買取価格 1kWh あたり42円という設定はその時点で世界でも最も高い水準で、 普及への大きなインセンティブになるだろうと報じられている。パネル生産量でも2000年代初頭に世界最多だったが中国や東南アジアでの生産拡大によりシェアは相対的に低下して2012年時点で6%となっている。風力発電では2017年度末の時点で2253機 3.50GW の設備容量を有する。 安定した風の吹くところが少ないという国土特性、環境影響などが普及の妨げになっている。バイオマス発電では2011年9月時点で70カ所190機の設備があり、さらに14機の石炭との複合発電設備がある。2008年時点では3億2200万トンの燃料が投入され、効率が76%で発電されている。 資源エネルギー庁エネルギー白書による日本のエネルギー国内供給構成の推移は以下の通り。なお、下記の自給率では原子力発電を自国生産にカウントしている。国別一人当たり CO2 排出量2004年日本は2006年時点で世界の温室効果ガスの4.6%を排出し、国別では5番目に多かった。 また一人当たりでは38番目に多かった。また京都議定書の第一約束期間における1990年比マイナス6%という削減目標については国内産業の省エネルギー化がすでに進んでいるため比較的困難であるという見通しを政府が発表しているが2007年に当時の安倍首相が2050年までに世界で半減し日本がその中で 主導的な役割を果たしていくという目標を提示していた。2020年内閣総理大臣である菅義偉は2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロにする目標を掲げた。ありがとうございます。